沖縄県伊平屋島の日本名木百選の一つ念頭平松を訪れるためにフェリーに乗りました。この念頭平松は名木百選を回っていた私の最後の一つです。100番目の名木百選となります。松の根元の草刈りをしていた管理の方にお話を聞きますと、この念頭平松は樹齢275年だというんですね。その方の話によりますと、ここには300年ほど前まで樹齢500年の大きな松があったんだそうですね。それを伊是名島の人が切ってしまったというんですね。ところがこれを切った方の親族にですね、次々と不幸が続いたというんです。そこで新しく松を植えたんだそうです。そうすると不思議なことに、今度は不幸なことが起こらなくなったんだそうですね。この念頭平松、見事な枝ぶりの松で、私の日本名木百選最後を飾ってくれた素晴らしい木、まさに名木でした。